好きを仕事に、あなたもお絵かきムービークリエイターになりませんか？ツイッターでも話題になったこんなお話を知っていますか？90歳になるおばあさんへ、人生で後悔していることは何ですか？と質問したとき、おばあさんはこのように答えたそうです。60歳の時にバイオリンをやりたいと思ったけど、もう遅いと思ってやらなかった。あれから始めていれば30年も演奏できたのに。このエピソードを聞いてあなたは何を感じましたか？私は何かを始めるのに遅すぎることはないというメッセージだと感じました。あなたがもし絵やイラストを描くことを仕事にしたいと思ったことがあるのに、今さら始めても遅いよねと諦めてしまったのなら、あと60秒だけこの動画をご覧ください。好きなことを仕事にって言うけど、趣味レベルの私の絵ではさすがにお金にならないよね。自分より上手な人はたくさんいるし、それに失敗したくないしな。もしあなたがそう思っているなら、1作品が35万円以上で販売できるお絵かきムービークリエイターという働き方がそのお悩みを解決します。お絵かきムービーは今見てもらってるような動画で絵を描いている風景を撮影し作成したアニメーション動画のことです。絵を描ける人からすれば簡単そうに見えますが、実際はこの動画を使って自分の商品を PR したいという企業やビジネスオーナーが非常に多いのです。そんな人に代わってお絵かきムービーを作る、それがお絵かきクリエイターの仕事です。実際にお絵かきクリエイターになった事例では、元看護師だった太田幸恵さんの場合、イラストの仕事経験がなかったのにお絵かきクリエイターになってたった2ヶ月でお仕事を受注、10ヶ月で220万円以上を売り上げました。その他にも川島きみさんも副業から始め月収47万円を達成、今では本腰を入れてお絵かきクリエイターとして活動されています。どうして絵の仕事初心者なのにこのような成果を生み出せたのか。それは絵が描ける人にしかできない仕事だから。好きなことだから楽しく続けられる。好きを仕事にするビジネスの基本がしっかり学べるから。そんなお絵かきムービークリエイターになる方法をお絵かきクリエイター企業診断型ビデオセミナーで公開します。期間限定無料の特別なお知らせです。少しでも興味があれば、この動画の下のボタンをタップして、たった4問のアンケートに答えて受け取ってください。最後までこの動画をご覧いただきありがとうございます。この動画はあと10秒で終了します。チャンスを逃す前に今すぐこの動画の下のボタンから無料のビデオセミナーを受け取ってね。